新川信用金庫は富山県魚津市に本店を置く信用金庫である。2005年11月21日、新川水橋信用金庫がなめ川信用金庫と合併して新川信用金庫が発足した。2018年度決算による自己資本比率は9.06%。出店 ATM では北陸地方3県内に本店を置く 信用金庫のカードに限って ATM 利用時間内にかかわらず入出金手数料が終日無料で利用できるほか北陸3県以外の信用金庫のカードでも平日8時45分から18時の入出金土曜9時14時の出金に限り手数料が無料で利用できるさらに北陸銀行のカードでも平日8時45分から18時の出金に限り 無料で利用できる。また、新ーカ信用金庫のカードは、北陸銀行でも、自己扱いとなる。2006年9月22日、1999年から、約7年間で11億1300万円を流用し、さらに1000万円を着服し、借入金返済やアパート経営の経費、遊興費に充てていた元支店長代理を、 ウオズ警察署が業務上横領の疑いで逮捕した。着服総額はウオズ署に刑事告訴した分を含めて2100万円であった。2006年12月8日、預金着服事件が発生し、内部管理体制に重大な問題があるとして、北陸財務局から業務改善命令を受ける。2017年11月22日、 本店営業推進部の男性職員が顧客5人の定期預金など計2170万円を着服していたことが判明。新井川信用金庫はこの職員を同日付で懲戒解雇し刑事告訴する方針を固めた。不正期間は2005年から12年間に及び他の顧客分を合わせた流用額は計2700万円。 着服した金額は有供費や消費者金融からの借金の返済にあてていた。その後12月1日にさらに別の客から1100万円、さらに2018年1月25日には新たに1369万円着服していたことが判明し、着服金額は合計で4649万円となった。さらに組合の出張費などと偽り、 職員組合の口座から300万円帳を不正所得していたことも判明した。これら一連の不祥事を受けて3月28日に理事長が隕石辞任し、後任に富山信用金庫の常務理事が就任した。さらに4人の常務役員が月額報酬の10から20%減額6ヶ月の処分を受けることになった。なお、この元男性職員は4月に 詐欺罪で起訴されている2018年5月2日には別の男性職員が2007年5月から2017年9月までに検討部の50代から80代の3世帯4人から定期預金として預かった現金や解約金など1387万円を流用し差額分のうち351万円を着服残りを他の契約の穴埋めに使うために流用を 繰り返すなどしていたことが判明。該当職員は辞職せず、親近の調査を受けるという。ニーカは信用金庫ディスクロージャー2019資料編。ニーカは信用金庫。2020年5月3日閲覧。魚津市シシ属現代編3月31日発行302ページ。魚津市シ属関現代編287ページ。 北日本新聞2006年9月23日付長官37面、新川新金元支店長、代理1000万円着服より北日本新聞2006年9月23日付長官37面、着服総額2100万円理事長、陳謝、数人処分へより北日本新聞2017年11月23日付長官29面、 新位は新金男性職員2170万円着服、より北日本新聞2017年12月2日付長官31名、別の客から1100万円着服より北日本、新聞2018年1月26日付長官31名、現職員、新たに1369万円着服より、北日本新聞2018年3月29日付長官5名より、 ハット AB に、イカワ新勤の着服別の職員351万円定期預金など、不正流用昨年11月に続き、二人目巧妙な、手口で欺く、富山。ありがとうございます。